日本初の人工衛星、大隅、本項目は、日本の宇宙機の一覧である。日本は1970年2月11日に、初の人工衛星、大隅を打ち上げてから、様々な宇宙機を保有してきた。以下のリストは、政府系機関の宇宙機、民間の宇宙機、商業通信衛星の3項目に分けて、打ち上げ批准に並べている。日本実験、ね、希望を日本の保有する。 宇宙機を掲載する。宇宙機とは人工衛星や宇宙探査機、宇宙ステーションなどを指す総称で、香港では孫衛星やローバー、ランダーなども対象とした。日本は宇宙ステーションを一度も保有したことはないが、規模の大きさから考えて国際宇宙ステーションのモジュールの一つである日本実験旨希望は対象内とした。また、 はやぶさのターゲットマーカーはその構造から対象外としている。打ち上げに失敗した宇宙機も対象とするが、打ち上げが予定されている宇宙機及びキャンセルされた宇宙機は対象外とする。また、エクスプレスといった他国と共同開発した宇宙機も含めるが、ヘテのような日本の開発した装置が搭載されているだけの宇宙機は除外する。 一覧では三色が以下の意味で背景に使用されている。政府系機関の保有する宇宙機をここに記述する。東京大学宇宙航空研究所、宇宙科学研究所、宇宙開発事業団、宇宙航空研究開発機構、無人宇宙実験システム研究開発機構など、宇宙開発機関が開発した宇宙機はここに記述される。一般に日本の宇宙機という場合、 この項目の宇宙機を指す。アマチュア団体、教育機関及び民間企業が開発、運用した宇宙機を掲載する。ただし、通信会社などが運用する商業を通信に衛星は、除く。軽量、小型、安価な衛星であり、超小型衛星に分類される。アマチュア無線に利用される衛星は、アマチュア衛星と呼ばれる。数キログラム級の衛星はほぼキューブサットである。 これらの衛星はアマチュア無線、学生の教育、新技術、新部品の軌道上実証などを目的としており、コストを下げるため通常の衛星には使用されない一般の民生部品を活用することが多い。ほとんどはピギーバック衛星として打ち上げられた。2012年に宇宙ステーション補給機の搭載物として国際宇宙ステーションに搬入された後に、 希望のロボットアームによって軌道に投入される方法が確立された。10年以上の運用を続けている衛星もあれば、一方で衛星からの電波の検出ができなかった、衛星、地上との交信ができなかった衛星もある。大学宇宙工学コンソーシアムの新縁は、地球の重力圏を離脱した、世界初の民間宇宙機である。民間企業が保有する通信衛星、 放送衛星を掲載する。大半は、スパーバードシリーズ、JCSAT シリーズ、BSAT シリーズである。アンサットやホライズンズ衛星シリーズといった他国との共同所有の衛星もここに掲載する。ただし、JCSAT-85 のような区分所有の衛星は掲載しないこととする。2011年現在日本企業制の衛星は2008年8月に、 打ち上げられたスパーバード C2 のみである。三菱電機の DS2000 衛星バスを使用している。打ち上げに日本のロケットが使用されたことは一度もない。ありがとうございます。